ジョーダン・ベルはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手。身長206センチメートル、体重102キログラム。ポジションはパワーフォワード。NBA のゴールデンステート・オーリアーズなどに所属していた。現在は NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ベルはカリフォルニア州ロングビーチのロングビーチポリテニックハイスクールを卒業した。 2012年11月、オレゴン大学にコミットした。フレッシュマンシーズンは平均5.1得点、6.1リバウンド、2.7ブロックを記録した。94ブロックはチームのシーズン記録となった。ソフィモアシーズンは平均6.8得点、5.3リバウンド、1.7ブロックを記録した。ジュニアシーズンは平均10.9得点、8.8リバウンド、 2.3ブロックを記録、さらにチームのファイナル方針室に貢献した。2017年4月18日、2017年の NBA ドラフトへのエントリーを表明した。カレッジ個人成績2017年6月22日に行われた NBA ドラフトで20名全体38位で、シカゴブルーズから指名され、ドラフト会議当日に、 現金350万ドルとの交換で交渉権がゴールデンステートウォリアーズへ移った。2018年1月17日に行われたシカゴブルズ戦で左足首捻挫の怪我を負った。1月19日、ウォリアーズはベルが今後2週間チームから離脱すると発表したが、再検査の結果、さらに2週間リハビリで離脱することが決まった。2019年夏、 FA でケビン・デュラントがウォリアーズからブルックリン・ネッツへ移籍した際、サイントレードでネッツからデアンジェロ・ラッセルを獲得したウォリアーズはベルとの再契約するための十分なキャップスペースがなかったことを理由にベルを解雇した。ベルは2019から20シーズン開幕前にミネソタティン・バーウルブズと保証なしの1年契約をしたもののシーズン途中に解雇された。 ありがとうございます。